マルチタッチスクリーンコンピューティングにおけるマルチタッチは表面で2点以上のやりとりが存在することを認識するためのタッチセンシングを指す。この複数点認識はたびたびピンチとズームや前もって定義したプログラムのアクティベーションといった高度な機能を実行するために使用される。曖昧さ解消の努力や一部企業によるさらなるマーケティング分類によって マルチタッチの様々な定義が分類されている。例として 3M ではマルチタッチを3つ以上異なる位置を登録するためのタッチパネル機能と定義している。マルチタッチ技術やパーソナルコンピュータ以前よりタッチパネル技術が電子機器を操作するために使用されることはあった。ヒュール・ケインやロバート・モーグといった初期のシンセサイザーや電子、楽器製作者は タッチセンサー式静電容量方式センサーで音を奏でる実験をしていた。1960年代に IBM は初めてのタッチパネル生産を開始し、1972年にコントロールデータコーポレーションが発売したプラトフォー4コンピュータでは教育向け端末としてユーザーインターフェース2616のシングルタッチポイントが使用された。 セルンが開発した XY の総合キャバシタンスマルチタッチスクリーンの試作品初期のキャバシタンスマルチタッチスクリーン技術の一つとしてセルンが1977年に開発したのは1972年にデンマークの電気技術者であるベントスタンプが開発したキャバシタンスマルチタッチスクリーンが元になっているこの技術はスーパー用紙シンクロトロン粒子加速器の コントロールルームで使われるユーザーインターフェースの新型開発に使用された。スタンプは1972年3月11日付の手書きノートで静電容量式タッチスクリーンを使ってディスプレイに固定数のプログラマブルボタンをディスプレイに表示する計画を書いている。このスクリーンはガラスシート上で銅のフィルムにコンデンサのセットをエッチングし、各コンデンサは 指の感触により近くのフラット胴体で構築され、キャパシティが相当量増える。コンデンサは細い線で構成されガラスシート上で胴にエッチングされる。コンデンサは目に見えないほどの十分な細さと広がりを必要とする。最新型のデバイスでは指が直接コンデンサに触れないようにシンプルなラッカーコーティングが施されている。 マルチタッチ技術が始まったのは1982年のことでトロント大学の入力研究グループが初めての人による入力のマルチタッチシステムを開発した。このシステムではすりガラスパネルの下にカメラを仕込んでいる。一本もしくは数本の指でガラスを押した時にカメラが白背景の中で動きを示した一つ以上の黒いドットを検知することで入力を登録できるようにする。 ドットの大きさは圧力で変わりシステムもやや圧力に敏感になる。1983年ニュージャージー州マレーヒルにあるベール研究所がタッチパネルベースのインターフェースに関する包括的なディスカッションを行った。1984年ベール研究所は複数の手で画像を変えるタッチパネルを設計した。1985年 ビルバクストンを含むトロント大学のグループがかさばったカメラベースの光学検知システムに代わる静電容量式のマルチタッチタブレットを開発した。マルチタッチが発展し始めたのが1991年からでピエール・ウェルナーが数本の指とピンチングモーションをサポートしたマルチタッチのデジタルデスクを論文として発表した。21世紀初めに これらの発明により数社の企業が拡大していった。フィンガーワークスという企業は、タッチストリームキーボード、アイジェスチャーパッドといった数種類のマルチタッチ技術を1999年から2005年の間に開発した。マルチタッチ技術のいくつかの研究は2000年代初期に、コーネル大学のヒューマンファクター、人間工学教授のアラン・ヘッジによるものである。アップルが フィンガーワークスと同社のマルチタッチ技術を買収したのは2005年のことである。マルチタッチ技術が主流となっていったのは iPhone が人気を得ていった2007年のことで Apple が iPhone の発表でマルチタッチを発明したと述べた。発表やキャパシティブモバイルスクリーンのようなアプリケーション領域を除く特許の出願以前のマルチタッチに関する機能や用語は少なくとも アップルとフィンガーワークスによる技術以前は存在していない。アップルは最初に携帯電話でマルチタッチを搭載したことになる。2001年に開発が始まったマイクロソフトのテーブルトップタッチプラットフォームであるマイクロソフトピカッセルセンスはユーザーによるタッチと自身の電子デバイス両方による対話を可能にする。同じく2001年に三菱電機の米国研究所が ダイヤモンドタッチというマルチタッチ、マルチユーザーシステムの開発を始めた。静電容量式がベースだが、ユーザーを同時に識別できる。商品化されたのは2008年のことだった。小型化されたタッチデバイスの一般化は急速になっており、タッチスクリーン携帯電話の出荷台数は2006年の20万台から2012年の2100万台にまで増加されると予想されている。 iPad のバーチャルキーボードアップルはマルチタッチ技術を使用した製品を数多く販売しており、特に有名なのがスマートフォンの iPhone とタブレットの iPad である。さらに、アップルはユーザーインターフェースにおけるマルチタッチの実行に関する特許を持っており、加えてアメリカ合衆国でマルチタッチを商標登録しようとしたが、米国特許商標庁は普通名称と判断したため、 承認しなかった。マルチタッチによる感知や処理はタッチ面に貼り付いている ASIC センサーを経由する。通常、別々の企業で生産された ASIC とスクリーンを組み合わせてタッチスクリーンとなるが、トラックパッドの表面と ASIC は通常同じ企業によって生産される。カジュアルユーザーから多国籍企業まで全てのための システム設計によるマルチタッチ産業の成長によって数年で拡大した大企業もある。今時の一般的なラップトップ製造メーカーは自社のラップトップやタブレットにマルチタッチトラックパッドを搭載しており、従来のスタイラス入力からタッチ入力にとって変わっており、従来の多くのオペレーティングシステムに対応している。一部の企業はパーソナルエレクトロニクスに代わって、 大型マルチタッチテーブルや壁面の大型面コンピューティングに注目している。これらのシステムは政府組織、博物館や企業が情報の伝達手段や展示ディスプレイとして使用している。マルチタッチはインターフェースのサイズや種類によっていくつかの違った方法で実行されている。最も普及している形状は携帯デバイス、タブレット、タッチテーブルや壁である。 タッチテーブルや壁は LED バックライトによってアクリル板やガラス板を通して描写される。種類広角タッチ技術は表面を指か物でタッチした時に光が散乱し反射がセンサーやカメラがキャッチしデータが測定された反射の種類に応じてタッチへの応答を指示するソフトウェアに送信される。タッチ面はまた確実に押されて 反射を変えた場合の異なる応じ方を屈曲することで追加された感圧コーティングで感圧を生成できる。ハンドヘルド技術は電荷を伝送するパネルを使用する。指がスクリーンをタッチした場合、パネルの電状をかき乱す。このかき乱しは登録されソフトウェアに送信されることでジェスチャーへのレスポンスを開始する。数年前までは マルチタッチ使用製品を発売していたのは数社に留まっていたが、高価な技術をより身近にする試みとして、DIY でタッチスクリーンを作る方法が趣味が講じた人物により公開されている。マルチタッチのジェスチャーには、マルチタッチデバイスを操作するために標準化された動作があり、多くの Apple 製品やラップトップ、デスクトップコンピュータに対応しており、iPhone、iPad、 Android 携帯電話やタブレット一部のブラックベリー端末といった最も一般的なスマートフォンやマルチタッチタブレットの一部にもなっている。ありがとうございます。